下井さん、スーパーチャットありがとうございます。ゴールも素晴らしかったけど、試合序盤の強度の強い守備も素晴らしかったです。レモンティーです。ありがとうございます。また2本買います。まあ、やっぱ守備はねやらなきゃいけないし、なんかね高校の時に言われたことがね今でもすごい試合やるたびに思い出して、もちろんね足元でやるプレーとかいろいろサッカー考えながらっていうのはもちろん好きですよ。もちろんめっちゃ好きだけど、あわかの YG さんスーパーチャットありがとうございます。はい、体めっちゃ柔らかいと思います俺。でその言われたことが、お前は守備から入る選手だみたいなのをね言われたんですよ。お前は守備が良くないとプレーも良くないみたいな。であんまりその時はんっていう感じだったけど、まあ、よくよく考えたりしたらね、ああ確かになって思ってから、自分が調子悪い時はそこの初心に戻るようにしてます。もうとりあえず守備から、守備ガンガンいって、別に取れるか取れないかとかどうでもいいから、もうとりあえず守備に貢献する。だから今日も本当そこだったんですよ。暑くて体動かなかったんです、最初の5分とか。だからもう動かすためにもう何でもいいからとりあえず守備で貢献しようみたいな。攻撃はもう二の次かなって思って入ったんで、結果的にちょっとずつ体軽くなっていったから、まあ、結果的には良かったかなと思います。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。